はい、こっちにね、ドイツ三色とかヒレナガ三景、プラチナ黄金、こっちに、クジャクと五色。はい、新しく作った稚魚池にねやってきました。肥やしをね持ってきて、あしゃ、追加してね後で入れたいと思います。なんだこの虫みたいのは。エビ。なんだこれ。なんだこれ。エビみたいのいるな。みじん、大量のタマミジンコが見えますね。ツン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 動いてます。遠くに行くと稚魚がね泳いでますね。ああやってチギョもいっぱい肉眼でね確認できますね。わあ、こちらも大量の稚魚が泳いでます。見えねえな。この間から比べるとね3日ぐらいしか経ってないんですけど、すごい大きくなってますね。ケゴと言われる稚魚なんですけど、3日ぐらいしてもね、3日4日目かな、大きくなってますね。4日目、放流してから4日目ですね。あ、オタマジャクシもいますね。オタマジャクシ、はい、アユのね池に給餌器をね設置しました。ちょっと3号のね小さいアユ用のクランブルで回すとね、アユがそこの方にいっぱいいます。なんか心なしか大きくなって、1週間ぐらいなのかな、大きくなったような感じしますね。あ、1週間経ってないか、月曜日だから5日経ったのかな、放流してから5日経ったんですけど、なんか心なしかね大きくなったような気がしますね。あっという間に大きくなるらしいんでね、ああいう。いやー、すごい食欲旺盛ですね。濁ってるな。あ、ペレットが巻かれましたね。います、います、いっぱいいます。かわいいですね。食べちゃいたいくらいかわいいですね。
回出してみよう。あー、かわいい。餌付け成功ですね。声もそうですけど、食べ過ぎると調子悪くなったりとかあるかもしれないんでね。まあ鮎はどうなのかはちょっとわかんないですけど、病気とかね、食べ過ぎて病気になったりとかねあるのかもしれないんでね、まあほどほどに。まあ水温が冷たいんで消化してないと思うんでね、あんまり。夏になればね、水温も高くなってバンバン餌与えられると思うんですけど、まだ今はね水温低いんで15度ぐらいだと思うので、このぐらいでとどめときますかね。アユの餌を入れて、朝4時ぐらいから撒いてみるかな。まあ、川魚なんで朝4時ぐらいからね餌を開始したいと思いますね。2時間おきぐらいでねバンバン与えていきたいと思います。